おはようございます、えー。今日はですね、7月25日の朝6時15分に収録しています。えー、っと、SXL ですけど、すごい下げましたね、昨日もね。いや、昨日のインセンもすごいでかかったし、ナスタックもすごい下げましたね。で、えっとね、今こういうね、まあ、ずっと言ってるこの落ちるナイフっていう状態ですね。 これが、まあ、一旦どこで底をつけるのかっていうのは、どんだけ線引いてもわからない、まあ、結果論でしかわからないわけですよ。で、えっとね、まあ、このね、2022年のこの陰線一本ね、はい、ここでもですね、ものすごいこう、下落してる最中に、まあ、それまでがこういう上昇だったもんですから、下がっても変われ、下がっても変われ、ね、つまり、 まあ、押し目で買い向かう。ね、下がった時に買い向かう。でそれが、まあ、一つの成功パターンになって、お金が増えてっていうね。まあ、そういう成功体験をある程度の年月、こう、繰り返していると。ね、繰り返していると、まあ、そのね、まあ、いわゆるその、押し目買いのスタンスっていうのが、あだとなりやすいんですよね。うん。で、まあ、えー、っと、これ2 0 2二十1年のこの相場ですね。で、まあ、現在のこういう、まあ、 トレンドラインみたいなものが引けると。で、まあ、今まだギリギリのところ持ちこたえてるんですけど、例えばですよ。例えば斜め線で言うと、トレンドラインで言うと、こういうライン。これ2020、21年の月足でざっくり引くラインです。で、現在で言うと、こういったラインですね。はい。で、これをですね、この月足のトレンドラインを これヒゲで割るか実体で割るかっていうのはともかくですね、このラインに対して、ここね、ヒゲでこう抜けるということはどういうことかっていうと、このチャート、このラインに対して、傷がついたねって、傷がついたねってことになるんですよ。うん。で、こうなるとですね、もう警戒ですね。ヒゲ抜けレベルでも、ね、その後リバがあっても、反発があっても、ね、で、そこで今度は水平ラインが出てきます。 これがね、月足の押し安値だったんですね。ここも、まあ、終わってったんですね。こうすることによって、月足の上昇トレンドが終わりましたと。で、まあ、やっぱりね、こう、リバとかはあるんですけど、ナスタックとか、SP500 とかと比べて、陽線陽線っていう感じじゃなくてね、結構ね、弱いんですよね。反発が弱い。うん、まあ、上昇率的には、まあ、それなりに大きく上昇するんでしょうけど、だけど、まあ、 ロうソク足的に、チャート的にはですね、非常にこう、まあ、下落一辺倒みたいな。あんまりこう、ジグザグを感じないですよね。これがね、SOXL の特徴ですね。これ、付き足で見た場合ね。なので、こういうラインを、ね、げ先レベルでも割るかどうかっていう、今、瀬戸際のところぐらいまで落ちてきたということなんですね。はい。ですので、今ね、下落の初速が、ね、トップから、 トップってどこって言ったらこの70ドルですね。70.08か。はい。で、まあコメント欄でフラグ A が立ったのが68ドル。フラグ B が立ったのが66ドルぐらいから、まあめっちゃ下げてるということですね。で、もうそろそろ、まあ買い場かな、買い場かなっていうのは、もうここを1年ぐらいずっとそういう脳みそでね、下がったら買い、下がったら買い向かってお金が増えると。 これはこの時と一緒なんですよね。なので、この脳みそでいるとですね、こう大きな陰線が来た時に、下落状と下落状とね、58ドルで、ね、はい、52ドルでお宝ポジションとかっていう感じで、どんどんね、買い下がりをやっていくと。これになってほしくないんですよね。うん。これになってほしくないということ。 で、それぐらいの初速、このなんだろう、下落のポテンシャルを今回感じますんで、ですので私は、この月足がどのように確定していくのかっていうのを、非常にね、興味を持って見守っています。はい。それによってですね、まあ、今月のね、えー、今日は7月25。なので、まあ月足がどのように確定するのか、ヒゲレベルでもこういったところを、こういうラインを割ってくるのかどうかっていうところですね。 うん、一旦こうやってね、傷をつけちゃうと、その後ね、反発したとしても、またね、こうやって向かっていきやすかったりとか。あと、こういう、節目となるような月足の押し安値、ね、はい。押し安値、ね、えー、現在で言うとどこかっていうと、ここですね。4月につけた30ドル。はい。えー、こういうものに対するアプローチ。はい。いうところを、えー、見ていかなくちゃいけないかなって思います。月足の下落トレンドっていうのは、今のところ私は想定していません。 ただ、初速がめちゃくちゃ早いんで、ね、ちょっと週足にしていただくとわかるんですけど、いいですか。ここ最近のね、これ4月の下落、で、今回の下落です。ちょっとね、ローソク足、ローソク足の本数数えていくと、トップからですね、ね、波動形成してるんですよ、この時は。4月の時は、1、2、3波っていう、こういうね、週足レベルの下落トレンドが4月でした。 うん、で、このトップから、ね、ここに行くまでに、1、2、3、4、5、6週間かかってるんですね、ボトムまで、うん。で、今回どうですかって言ったら、まだね、波動形成してないんですよ、この周足って。周足ってジグザグ引けないよね。これ1本ですよね。波動形成してないんですよ。これがね、怖い。この時だってさ、なかなかね、下げていくにも、私がほら言ってたじゃないですか。これね、細かい足で見るとね、 ヘッドショーダー、三存形成してるから、今後、下げていきやすいですよって。うん。っていうところから、こうやってね、三存否定みたいな形。まあ、否定ではないんだけど、まあ、そこそこ下げてから、こう、リバっていったんで、まあ、なんかいろんな批判のコメントみたいなのがありましたけど、うん、だけど、まあ、えー、結局ね、三、えー、波っていうことになりましたと。これね、週足の下落トレンドで、まあ、結構、うん、もうちょい下げるかなって。 思ったんだけど、まあ、そこまで下げなかったとでそこからね、ぐん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 切り上げて上昇して、どこまで切り上がるんだ、このチャートはっていう感じで見てたら、一気にねズドンてきてるとで。しかもね、この4月の時と比べて波動形成していないところが怖いですね。うん、もう本当になんかもう一本下げっていう感じ。この一本下げが一体どこで止まるのかなって。で、波動形成したとして、ね、波動形成して、この時みたいに、 うん、この時みたいにこういう形になった時に一体どうなるのかなっていうことですね。はい。ですので、えー、まあ、水平ラインで言うと、月足の安値っていうのはここにあります。30ドル。ここを少しでも割るとですね、月足の上昇トレンドが終わるんですね。はい。で、今のところそれは想定はしていないんですけど、想定してないですけど、やはりですね、まあ、この初速を見る限りですね、えー、まあ、今は、なんだろう。 あの、ホールドはともかく、ね、ブルをホールドして、ある程度大きく下げたときに、え、まあ、買い増しをするとかっていうんだったら、まあ、まだしもね、私別にあの、長期投資家の、そうですね、私だってやらないけどね、SOXL を長期ホールドはしないけど、うん。だけど、まあ、あの、それはまあ、いいとして、はい。こういうね、まだ下落が、え、まあ、初速が早くて、 で、どこで底をつくか分からんっていう状態で、こういうところで下落上等スタンスでね、強気になって、えー、まあ、下がってるときにナイフを掴んで、掴んでっていう感じでやっていくと、ちょっとね、それは良くないかなって思います。はい。ですので、結論ですね、突き足なんかこれ見ていただくと、うーん、そうですね、まあ、最低3ヶ月ぐらいは、 そうですね。はい。短期トレードのガチャガチャをする予定のない方、する気がない方は、3ヶ月ぐらいはロウソク足の推移を見守った方が、私はいいと思います。これは SOXL ですけど、FANG プラスとかでも同様ですね。FANG プラスも、今どういう風になってるのかな ?FANG プラスはあれでしょそんなに下がってるわけじゃないよね。これか。 うん、まだ全然ですね。非常にこう高値圏で、はい。これ下がったうちに入らないですね。うんまあ、かといってね、だからホールドでいいと思うんですよね、はい。ホールドでまた上がっていくからって、どこまで下がるかわかんないけどまた上がっていくからと。ただ、こういうまだ下げ始めのところで、まだ数ヶ月後の、ね、陰線っていうのがイメージできる中で、強気になって、ね、ここで買うんだ、ここで買うんだっていうのは、ちょっと今までと、うん、違うような あの下落の初動を今見ていますので、はい、同じようなリズム、同じような感覚で買い向かうというのは、まさにこの2021年のこういう下落上等的な感じで買い下がりと、この1本、すごいよだって、この月足。トップが74ドルから、これ、ボトムがね、1ヶ月でね、33ドルになったんですよ、うん。一気にこの1本で月足のね、上昇トレンドを終わらせてしまったんですね。はい というのがありましたで今年4月も、まあ、週足の下落トレンドはあったものの、そこから、ね、急上昇して、一気に、ね、70ドルまで駆け上がったということなんですけど、今回のこの下落っていうのは、ちょっと、ね、質が違いますね。この時の,、ねこのまあ、下落のね、ジグザグを描いて、ここまで落ちてきたっていうこの下げ方と、今回の下げ方っていうのはね、全然ロうソクの本数も違うし、スピードも違います。 ですので、この下落を上等として買い向かい落ちてるときに買うと。いや、買ってもね、例えばね、私は来週、まあ、リバルか、そこそこリバルかなっていうふうに思ってるんですけど、来週ぐらいから。ただ、それは、うん、そうですね、どういうふうに例えたらいいのかなぁ。どういうふうに例えたらだから、まあ、 えー、この辺あたりが、まあ、ナスダック100でいう長長期ラインで、まあ、一つの、利格の目処だよっていうね、60後半とか70、まあ、70は無理だとしても、60後半ぐらいで、フラグが立った時にですね、ここで利格し損なったっていう方、多分ね、大勢いると思います。っていうのは、もしね、ここから、週足レベルの利場が来た時に、おそらく利格できないんじゃないかなって、そのまま上がるだろうっていう、またそういう 気持ちにになななってしままううんじゃいいいか思すでそれだとね、結局、まあ、燃料を投下するってことになりかねない。んで、今の感情を見てると、週足の下落トレンドは、まあ、はいあの、かなり可能性高いかなって。私はこの、この時と比べて、全然あのスピードが違うんで、週足の下落トレンドっていうのは、この時もだって週足の下落トレンドだったんだから、4月もね。うん。 まあ下落にもいろんなパターンがあるんで、まあこの昨年の夏みたいなね、こういうパターンもありますし、今度にも結構下げたんですよ。うん。で、今回ちょっと違うと。なので、まあやっぱりね、突き足を、一本一本をですね、まずは7月末にどういう足で確定するのか、ね、ゲはあるのか、下ゲ残さずに、ズドンっていうね、 丸坊主みたいな形で終わるのかとかね、そういうのを見ながらですね、であと水平ベースでこういうとこ終わるのかとか、こういう斜め線を終わるのかとかね、こういうのを見ながらですね、数ヶ月は様子を伺いながら会話を待つというのが私はいいと思います。はい、下手にねちょこまかちょこまか買っていると、うん、やっぱりね、あのまあ、そういうことになりかねないということですね。月足のの下落トレンドはは今のところ私は あまりあの想像しないあの、イメージしないようにしています、はい。あんまりね、目線を下に、暴落目線に振ってしまうのは良くないということですね。これね、月足の下落トレンドになると、またね、1桁になりかねないんですよね、うん。このチャートはね、こういう3倍レバレッジの結構ハイボラな指数の3倍レバっていうのは、これがね、またね、こう、全戻しみたいな形になりかねないんですよ。月足の下落トレンドってなると。うん、こういうね、アップダウンアップダウンの なんかあのポンジスキームプチポンジスキーム詐欺的な <laughs> そういうね本当なんかこうつらしておいて、うん、みたいなだからねまあこう理覚が非常に重要になってくるんだけどうんだけどこのまあ60後半とか70付近で理覚し,し,し損なったっていう方はこの後ね例えば1週間2週間リバが来た時におそらくだけどやっぱりねまあそれはやっぱりてっぺん見とあのー、なんだてっぺんをねあのー その当てるのは難しい、そこを当てるのも難しいということで、そこで理覚する自信がないという方は、やっぱりですね、それはあの来週から私があの、リバりますよって、あの会話が来ますよって、私がそういう発信をしたとしても、そこで結局理覚ができずに、落ちてきたときに、立て寝ていったり、まあ、もしくはそのまま塩漬けにしてしまうということになってしまいかねないんで、うん。ですので、やっぱり数ヶ月待つというのが一番、細かい立ち回り。 できない、やりたくないっていう方は、数ヶ月待って、で、そこで、えーま、資金を入れるかどうか検討するっていうね。その時には、ある程度ね、この時と比べて、で、昨年の夏と比べて、今年の4月と比べて、下落の、まあ、規模っていうのが見えてくると思います。ああ、これはもう週足の下落トレンドどころか、ひょっとしたらね、月足の下落トレンドになるかもしれないなとかね。うん、まあ、そういうのが、こう、あらかた見えてくると思います。なので、7、もう7月はもう確定しますが、8、9。うん この3ヶ月間っていうので、じっくり見極めながらですね、その間、まあ、チャートっていうのはね、まあ、ちょっとこう、脇に置いといて、別のことに没頭して、はい、しっかりとね、会話を待つというのが一番、はい、いいと思います、はい。一番恐れてるのは、私が心配なのは、こういう下げてる時に、この時のね、はいえー、それまでの上昇相場の、ね、成功体験、下がったら買えばいいんでしょって、下がったら買いは儲かるんでしょって、 この脳みそでいるとですね、居続けると最後にこういうことになってしまうと、買い下がり買い下がりで、うん、ってことになってしまうんで。なので、まあ、私も含めてですね、はい、気をつけましょう。うん、もうまさかのね、連続みたいな、今までの上昇は一体何だったんだっていうね、そういう裏切りを相場っていうのは仕掛けてくるし、2021年もまさにそういう風だったんで、 こんな暴落が今のところ私は起きることを前提にしていません。中足レベルの、まあ、下落トレンドだろうとは思っているんだけど、うん、そんなにね、そこまで1桁までは下げるとは思ってないんだけど、でも何が起こるかわからないんで、はいまあ、まずは今月の月足であったりとか、こういうね、月足レベルで引けるようなトレンドラインみたいなものをしっかり引いて、水平ラインね。 直近の押し安値、月足の押し安値だったりとか、そういうところを見ながらですね、下落の規模感がどれぐらいのものなのかっていうのをね、一緒に、えー、見極めていけたらと思います。はい。そんなわけで、まあ、今日私が伝えたいメッセージは、こういう下がっているときに、下落上等のノリでね、うん、強がって、で、買うというのは、やっぱりね、危険なんだよということ。はい。トレーダーとかが、まあ、来週リバルからここで買いとかって言ってるのは、それはあくまで、えー、短期リバドりの ね、短期的にこう理確をすることを前提での話なんで、そこを誤解なきをよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、まあ、昨夜すごい下げ,、まあ、下げたよねという話で、まあ、こういうメッセージを動画にさせていただきました。以上です。ありがとうございました。